はい、こんにちは、サルウィンです。いきまーしょい。 YouTube のタイトル付けに関して、はい、というわけでね、やってまいりました。ちょっとね、急遽ちょっとね、撮ろうかなと思って、てかまあお伝えだけしようかなという話なんですけども、最近ちょっとね、こだわりを、まあ常にこだわってはいたんですけど、あのタイトルって私ずっといろんなことを試し続けてるんですよね、実を言うと。なんで、まあだいぶ傾向が変わってきてるとは思うんですよね。ただ思ったんですよ、ふと。やっぱり YouTube ってそのなんだろうな、これパッと見でわかると思うんですけど、長いやつって触んないと見れないんだよね。でも結局判断ってここに書いてあるタイトルの文字列と、ここのサムネに入ってる文字とかがやっぱりすごく重要なのかな、パッと見ね。パッと見、やっぱりそのパッと見の分かりやすさって実はすごい大事なのかなって最近思うようになったんですよね。遅いんだけどね、4年間やってきて今更かみたいなとかあるんですけど、そうなんですよね。なんかね、もっと分かりやすくしたいなっていうのはちょっとありました。だけど、そうするとね、また話は変わってくるんですけど、今までは、タイトル、ゲームタイトルとかを、の、左側にゲームタイトルの略称、例えば、スクールガールストライカーズ2だったら、スクスト2って入れてて、で、まあ、ケツの方に、お尻の方にね、まあ、その、本文というか、なんていうの、まあ、正式名称を入れてたんですよね。だけど、そうするとめちゃめちゃタイトル長くなるし、何より、長いゲームだと、そこで食われちゃうんですよね。文字数を。結局、ここに使える文字列っていうか、パッと見で全部表示される文字が多分30文字あるかないか。多分20何文字とかかな、もしかしたら。しかないんですよね。なんで、例えばこの最近上げたやつだと、このチョコモナカジャンボとバニラモナカジャンボって文字数使うと、それだけでもうほとんど終わっちゃうから、どうしようって。最初違うタイトルだったんだけど、なんか収めたいなと思って。私ね、結構文章とか書くの好きだったりとかするんですけど、結構ダラダラ書いちゃう、文章書いちゃうタイプの人間なんでね、だから無限に文章を書けて言われたら無限に文章を書くことができるんだけど、あんまりようやくそれをやってきたことで逆に弊害として要約するのが苦手なのかもしれないと思って、最近はそういう風にしようとしてるんですよね、頑張って。だけど、パッと見でもあれかな。だからそうなると、なんかゲームタイトルのロゴとかをサムネとかに入れなきゃ多分いけないのかなっていうふうにもちょっと思ってるんですよね。一手間増えちゃいますけど。だからこれも三国志大戦って、まあ後ろの方には入ってるんですけど、前は三国志大戦とか入れてたんだけどね。ただやっぱその頭にその、悩ましいですよね、実際でも。ゲームタイトルわかんなくないで。だからロマサガはまだ、最近まだやれてないんですけど、ロマサガ RS も取っ払っちゃうっていう。まあ一応ね、そのタグ付けと、上にその、まああれそれもタグみたいなもんか。その YouTube 側の設定のタグと、あとはその本文、概要欄にスラッシュじゃない、なんだっけ、シャープか。シャープ入れてタグ付けるのと、あとはまあ Twitter でつぶやくときにもタグ付けてるんですけど、なんでまあ、あそこで略称は使ってるから、いいかな、みたいに思うとこもあるんですけどね。でここも、例えばタイムスリップ遊戯王っていうのを頭に入れてたんですけど、このタイムスリップ遊戯王は頭、後ろにアットでつけちゃえばいいかなとか思って、頭にタイムスリップ遊戯王って入れるだけでもうほとんど文字数。まあ一応ね、これはタイムスリップ遊戯王ってめちゃめちゃ、まあサムネにも文字入れようとは思ってるんだけど、だからまあだからサム、だからスクスト動画も今後、なんかスクスト2とか、なんかこう、入れるかどうかですよね。結構悩んでますね、これに関しては。まあいろいろね、試行錯誤してきた結果なんですよね。むしろ昔はもっとあれだったんですよ。最初の頃ってスクールガールストライカーズ2とかがここにもうバーって文字入ってるから、半分、もう使える文字数の半分ぐらいタイトルで埋まってるみたいなね。そうなんですよね。あとこのカラオケ動画とかに関してはね、賛否両論あると思うんですよね。これ、やっぱり、なんかね、結構やっぱり、なんていうのかな、本物って言い方悪いけど、その本人のやつみたいな、なんていうか、本人っていうか、なんかもうその CD 音源とか、まあそういうのあんま違法だと思うからあんまできないし、やる気ないですけど、まあそれだと思って、こうやって、なんかだから頭にカバーとか入れろや、みたいな多分ツッコミとかが絶対あると思うんですけど、私の中でカバーって、もっと
配、なんていうの、もっと上、すげえやっぱりそのアーティストの人とかがやったらカバーかなと思ってて、素人がやったらカバーとか言えなくねとか、そんなおこがましいこと書けねえよと私は思ってるんですけど、まだカラオケとか、まあだから一応入ってはいるんですけど、ただこれね、文字数が結構やばくて、なんだ、曲名、アーティスト名、出典とかをまずデフォで入れるんですよね。その後に点数、で、この後に、まあ、このシリーズとか、そのやつを入れるんですけど、長いやつが結構あって、文字数カツカツなんですよね。なんで、その5文字ぐらい、まあ、カバーはあんま使いたくないですけど、私はね。ただ、まあ、気になったからカバーって調べたんだけど、一応、なんかその、まあ、なんか、その、なんていうの、歌ったりとか演奏したりする、誰か別の本人以外がやることも一応カバーっぽいんですけど、私の中のカバーってやっぱハードル高いんだよね。そんな、なんか簡単に使っていい言葉じゃないと私は思ってるんで、使えないんだよね。これはこのまま今現状やらせてもらおうかなと思ってますけどね。だから頑張ってもこの「こ」を入れてなんとかって感じかな。結構 YouTube の文字数ね、まあまだゆとりある方ですけどね。別のサイトなんて、本当に、多分30何文字か、50あったかなぐらいだからね。多分 YouTube のタイトルって一応100文字ぐらいは使えるんですよ。確か。なんだけど、時には100文字全然埋まっちゃうからね。なんで私一応ね、そのフォーマットみたいな、自分なりのその、フォーマットみたいのを持ってて、やっぱそれは崩したくないから、なるべくね。まあ、無理やり削ったこともあるんですけどね。なんか例えばこの点数の点だけ削ってみたりとか、このシリーズのところ、だからせめてパートだけでも残そうとか思ったりとかして、頑張ってやったりとかもした時もあってね、結構悩んでるんですよね、このタイトル付けっていうのはね。だから最近思ったのが、やっぱりでも、だから自分がプッシュしたいとこ、あ、だからやっぱ文字数とかも意識していくのがいいかなっていう、あとはあれか、順番ね、私一応動画の内容の順番とかでタイトル付けてたんですけど、順番につけちゃうと、プッシュしたいところが、ここの頭に来ないんだよね。だから、ちょっと、なんていうか、タイトル詐欺は、本当私大嫌いだからやりたくないんですよね。その、動画内に含まないことをタイトルにして、釣るようなことは絶対したくなくて。なんだけど、やっぱ順番の考え方は変えた方がいいかなとちょっと思ったんですよね。一番プッシュしたいことをここに書かなきゃいけない。頭に書かないとダメかなってちょっと思ったところですね。ちょっとまあ、順番通りにこうやっていくよっていうか、このタイトルの順番通りにやっていくぜって言っても、こうやって、まあね、じゃあスマホだったらこれできないんじゃないかな。このね、こうやって上にこうやってカーソルを持ってくっていう行為がそもそもできないでしょ。多分そのままタップして動画開いちゃうよね。だから、結局、そう、パソコンだったらまだいいんだけどさ、でも大体、ね、そもそもやっぱここしか見ないんじゃないかなって思ったから、一番見られるところにちゃんとしたその、見せたいところを書かなきゃいけないのかなって すげえ、もう本当に4年間もやってきたやつのセリフではないんだけど。そうなんですよね。だからちょっとここの本当にやっぱスペースをね、もっと大事にしたいというか、ここの文字数をちゃんと意識して、一番自分が見せたいところをもっとここに書いていかなきゃダメなのかなって 今更思ったんだよね。ふと。なんでそう思ったんだっけかな。まあ、他の人があれか、なんかいろいろそういうの意識するような話もしてたからかな。ちょっとそういう趣旨のね、動画とかもたまたま、ね、動画というか配信かな。見て、ああ、確かに、とか思ったんだよね。なるほどっていう、今更ね。まあでも常に考えてはいたんですけどね、私なりにね。これ古い順とかできないか、最初の頃のタイトル付けとかすごいんだよな、多分。まああれか、再生リストで、例えばそっか、再生リストで追ってみるといいかもしれないね。再生リストの頭とかでさ、あと古いのだとどこだろう。スクストはまあまだ2年ぐらいだけどさ、4年前とかのやつ。4年前は、三国志大戦とかもまあ最初の方は古いけど、一番最初の頃あれか。ちょっと音声入りそうだよ、あんま好ましくないけど。最初の方のやつとかが多分、なかなかキワだよね。あ、でもどうだ、最初の方が実はあれなのかな。例えば最初トラドルとかね。そこ、私の声が入らないように頑張る。間に合ったかな。あ、でもトラドルって、あ、でもこういうやり、そういう、最初からこういうやり方してたのかな。そうですね、トラドル、トラドル。あ、ごめん、ここ映ってない。そこ映ってないやんっていう。違った。
構こう、トラドル、ああ、でもこういう風に言った一応トラドルで、こっからあれだね、ちょっとシャープを意識し始めた時期があったりとかして、まあ一応か、むしろ最初、昔の方がこだわってたかもしれない、もしかしたら。まあサムネに文字入れたりとかしてたもんね、そこそこ。トラドルね、トラドルでもこんな感じか。まあずっとこのまま行ったかもしれないね。行きましたね。なるほどね。過去の自分から学ぶことも。わー、ちょっと待って。ちょっと待って、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 ちょっと待って。こうなるのか。こうなっちゃうのね。危うい、危うい、危うい。まあ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 。なるほどね。はい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 。というわけでね、まあいろいろちょっとね、またタイトル付けに関しては考えていこうかなと思ってて。なかなか悩ましい話ではあるんですよね、実に。わー。まあでもやっぱそういう工夫はね、もう、工夫はしていこうかなっていうか、しなきゃいけないなと思ったんですよね、今更ですけど。まあ常に意識はしてたんだけど、ちょっとね、意識の方向性が違ったのかなってすげえ最近思うようになって。大事だよね。あとナンバリングとかね。まあナンバリングはもう私の動画は基本的にパートが異常なんで、クストとか今750もやってますからね。三国志大戦とかもアーカイブ425だもんね。シンプルにあれですよね、私、まあ1個100円ではなくなったけど、この動画のアーカイブだけで4万いくら使ってるとか。まあ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 言うてですけどね、三国志大戦なんかもう1から触ってるから、もういくら使ったかって話ってありますからね。まあ私はまだマシな方だけどね。もうすごい人はもうなんかすごいものが買えますよ。家買えるんじゃないかって人もいるからね。私もまあ車は買えるでしょうね。車とかは全然もっと100万円は使ってると思うから。まあまあまあ、それはね、もうもうもうそういうもんですから。まあそんな話はよくて。そうですね、とりあえずなんで、まあちょっとそういう方向性にしようかなというところですかね。まああとはまあ分かる人だったら、まあできればでもね、知ってる人、まあでも、こういうのって、まあゲーム動画って、まあ、知らない人が見たりはしないかな。なんかやっぱ懐かしいなとか思ったりとか、最新のゲームのやつ見たいなとか思って、まあ来る人が多くて、まあ、だから新規さんというか、全く知らない人、まあでもそれでも聞いたことがあるなっていう人が引っかかるように、もうちょっとね、タイトルとかがこう、タイトルとかナンバリングとか、サムネに入れたりとか、まああとはやっぱ、あれかな。まあ、正直ね、まあ一応なんかその一個一個、例えば三国志のアーカイブアーカイブなりのルールとか、サムネのルールと、タイトルのルールとかね、各動画ごと、動画というかもう各タイトルごとじゃなくても、その動画ごとに一応ルールを私なりに決めてやってきてたんだけど、まあそれもまたちょっと、まだ枠が、なんていうのかな、やっぱその文字列というか文字数の、まあ見せ方っすよね。がちょっとやっぱり私なりのルールでやってたけど、そこももうちょっと意識を改めなきゃいけないのかなって最近思ってるとこっすね。これに関してはあれなんですね、配信で最近全然やれてないんだけど、配信終わった後にそのパートをナンバリングしてたんですけど、もう追いつけないかも。もうその時はね、返してたんですよね、フォーマットだから。ここがストリートファイター 5AE じゃなくてスト 5AE とかスト 5AE とかにちょっと短くなって、でお尻の方にストリートファイター 5AE パートいくつってつくようにとかね、作り変えてたんだけど、まあさ、なんだったら最初からそういうタイトルにすればいいかなって言ってもあるんですけどね、配信の段階でね。そうすれば後々いじるはいじるんだけどね、結局多分。でもその方が良かったかもしれないけどね。まあサムネも後でいじったりとかもしてたんだけど、ちょっと追いつかないんですよね。まあ、私のただ投稿頻度とか投稿数が多いだけなんだと思うんだけど、なかなか追いつけないかな。でもとりあえずでもね、やっぱその伝えたい、私が伝えたいところはもう少しプッシュせなというか、なんなら人によってはもうあれだもんね。もうゲームタイトルすら入れてない人いるからね。やっぱ文字の中に。まあお尻に入れておく分に私はありだと思うんですけどね。
もうゲームタイトルとかは全部サムネで済ましちゃうっていうね。サムネにゲームタイトルをこうロゴかなんかバーンって入れてやっちゃうとかね。まあ私は両方あった方がいいとは思ったりもするとこはあるんですけどね。これ難しいですね。正直難しいな。でも私こういうの好きなんだよな、シンプルに。超短いタイトルとかね。なんか割とこういうタイトルの付け方も好きで、なんか、まあいろんなやり方はあってもいいと思うんだけどね。だからまあちょっと試しながら、やっていこうかなとは思うんですけどね。やっぱ誰でもなんか伝わりやすさとか見やすさっていうのがまあ一番結局やっぱ視聴者目線で考えなきゃいけねえかなっていうのはめっちゃ思ってて、なんでね、ちょっとそれからちょっとね、まあいろいろとまたいろいろね、まあ一本一本のね動画に対してまあもっといろいろね、まあ意識をねもっと改めていこうかなと思うお話でした。はい、こんな感じです。というわけで。まあ、ちょっとこれからまたねタイトルとかもまあいろいろ試行錯誤していくと思うんで、まあもしねこういうなんだろう、こうした方がいいんじゃないかってずっと前から思ってたよとかっていうのがあればまあわかんないですけど、まあやっぱ私はね変なこだわり持ってますからね。まあそのこだわりをやっぱなんていうか崩してというか改善していく部分はまだまだあるかなと思ってるんでね、そういうご意見は真摯に受け止めていきたいかなと思ってます。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。